ボンドチャンネルをご覧いただきありがとうございます。本日はボンドカーズ大宮より車両紹介の動画をお届けいたします。板尾さん、今回もよろしくお願いします。お願いします。今回ご紹介させていただく車が AMG C63S、 こちらをご紹介させていただきます。これまたなんかすごいのが入庫しましたね。はい、前回クーペもこんなようなのが入ってましたけど、また今回も入ってきました。はい、じゃあどっから触ってみましょうか。まずはこのボディカラーですね。そうですね、まずボディカラーですかね。セレナイトグレーマグノムというお色になってます。でちょっとこちらのお色は購入時、選べないお色になってまして、メルセデスの1店舗だけの特別色という風になっているようです。はい、ですよね。僕もホームページで見たんですけど、はい、設定がない色ないんですよ。はい、だからもう限定車じゃないんですけど、まあ限定車みたいな感じですね。ちょっと特別感のあるボディカラーに、はいはい、なってます。またこのマットの質感がいいですね。そうなんですよ、これすごくいい色だと思います。はい、でまたこの63ってこうプレスラインがやっぱりちょっとこう独特じゃないですか。はい、サイドもそうだし、そうですね、ボンネットもそうだし。はい、でマットだとやっぱりその辺強調されません？この辺が特にやっぱり今カメラで映ってるか分かりませんけれども、やはりこの凹凸の部分の影っていうのが結構はっきりと見て取れるので、その辺のデザインとかよく分かる色ではないかなと思います。そうですよね。はい、普通 のグロスのホワイトなんかよりかなり凹凸が強調される、はい、しっかり見えますよね。そんなちょっと特別なボディカラーの車を今回紹介します。はい、前回りからいきましょうか。はい、カーボンのパッケージ入ってるってことで、そうです、この辺がカーボンになってたりとか。はい、はい、今回ご紹介させていただく車は後期ということで、ちょっと LED のヘッドライトの形もちょっと変わってる。はい、でこのマルチビーム LED、 これ標準ですよね。標準です。はい、まあ、対向車だったりとか、はい、避けるような感じですね。まあ、その辺を全部避けてくれる。はい、もうデザインもかっこいいですよね。そうですね、前期タイプもかっこいいとは思うんですけど、変わってくるとちょっと違った形で、はい、かっこよく見えると思いますので。そして横に回っていくと 63S ってことで、はい、 S になります。このホイールが変わってきますね。ちょっとセンターキャップがこのセンターロック風な感じですね。そんなホイールがついてる。はい、サイズが19でしたっけ。19ですね。19インチが装着されてます。で今回の車はノーマルですよね、全部。ノーマルです。はい、まあ、車高なんかもそのまんま。はい、これからカスタマイズも楽しんでいただけるお車です。そうですね、そういうお車になってますんで。はい、そしていいブレーキ入ってるじゃないですか。はい、またカーボンセラミックが入っております。いいですね。はい、この辺ちょっとこう高額なオプションですから、やっぱりついてると嬉しいですよね。はい、そうですね、お客様もパフォーマンスパッケージ付きっていうのをお探しの方が結構多いと思いますので、まさに入ってますので、はい、ちょうどいいかなと思いますね。でこのキャリパーもこの色になるんですよね。カーボンになるとこのゴールドというんですかね、っていうお色になってきます。で後からこの色に塗る方なんかも結構いらっしゃいますね。はい、なんでちょっとその特別感のあるボディカラーにさらにちょっと特別感の話もなってる。はい、そうですね。でまたホイールが汚れないっていうメリットもありますか。ね、そうですね、おそらく欧州車乗ってらっしゃる方皆さん気になる部分だとは思いますけれども、カーボンですとほぼほぼブレーキダストが出ませんので、こんなような感じで綺麗な状態 でこれもそんなにがっつり洗っておりませんので、常にまあこんな感じで乗っていただけるのかなと思います。まあ、その辺のメリットもあるっていう。はい、であとは気になる機器の部分なんですけど、はい、カーボンセラミック結構聞かれません？はい、どうなんですか？聞かれますね。なんですけど、通常市街地とか走る向けのお車になってますので、その辺はもうメルセデスの方でしっかりちょっとチューニングしてありますので、市街地とかでも問題なく大丈夫だと思います。ただちょっと心配なのはカーボンなんで、やっぱりブレーキ泣きっていうのがちょっとありがちです。メーカーのホームページの方にも注意事項でちょっと書いてあるんですけど、なることがありますよということで、その辺はちょっと頭入れておいていただいた方がいいかなと思います。アレーシーな部分で、その辺はちょっとしょうがないのかな。そうですね、ただもうずっとキーってなってるわけじゃないので、はい、スチールと比べると、若干音が出やすい感じですね。はい、日常使いにほとんど問題ない。そうですね。まあ、機器もよくランボとか、はい、あの辺のカーボンとかだと全然タッチ違うじゃないですか。はい、ちょっとこれ踏み込まないと効かないなって感じしますけど、はい、この辺のメルセデスとかリエブとか、その辺のカーボンのは大丈夫です。本当に全然スチールと変わらないタッチで使えますよね。はい、でそんな足元にこうなってると。はい、そしてカーボンのパッケージ入ってるんで、サイドスカートもそうですね、折り目のはっきりしたカーボンになってます。今回ミラーもなんかカーボン。そうですね、こちらちょっとカバーを後付けしているような感じだとは思うんですが、はい、ちょっとこの辺も変えた。そうですね、統一感持たせるために、カバーつけてますね。そして上に行くとサンルーフが、はい、サンルーフ、はい、これもパッケージオプションで、はいはい、ついてると。これ中見たんですけど結構大きいですね。大きいですね。ちょっとこれ後で内装紹介で見たいと思います。はい、そして後ろも同様に19インチ。19インチです。ただ C クラスの場合だとリアはスチールローター、はい、スチールローターですね。ただキャリパーは前と合わせてやっぱりゴールドに塗ってありますので。なるほど、はい、そして後ろ回っていきましょうか。はい、そして後ろはこの辺はちょっとそうですね、ちょっとこれはお好み、はい、
になってしまうと思います。ちょっと個性的なウィングがついてます。そうですね、これおそらくですけど、取り外したいっていうことがあれば、取り外しも可能だとは思いますので、ちょっとその辺はご相談いただければ。ちょっと好みが分かれる部分だと思うので、はい、そうですね、はい、ようご相談いただければ、はいはい、いろんなことが多分できます、はい、できますので、はい、そして 63S だとこの辺が確か普通の63とちょっと違うんですね。そうですね、リアディフューザーの形状が若干変わってくるのかなって感じですかね。そしてカーボンですね、はい、はい、カーボンになってます。そしてマフラーも63と 63S でちょっと違うんですね、はい、違いますね、はい、63がバルブが2つついてるタイプのマフラーで、はいはい、S になると3つついてるんですよね。そうですね、はい、だからあらゆるこう調整ができる可能になりますね。こんなエクステリアになってます。あとテールランプなんかもそうだ。そうですね、ちょっとこれ後期だと印象がちょっと変わって、そうですね、変わってますね、はい、ちょっと新しさが感じますね。はい、じゃあ続いて内装を見てみたいと思います。まあ、当然のこの辺は全部ついてる感じで、はい、そうですね、はい、そして中がいいシート入ってるじゃないですか。はい、これカーボンセラミックのブレーキとセットでしたっけ。はい、パフォーマンスパッケージを入れていただくとこのシートになってきますね。いいですね、ホールド性も高そうです、はい、そして何よりこの車のキャラクターに合ってますよね。そうですね、スポーティーなシートが、はい、ドアから見ていきましょうか。はい、ドアは、まあ、しっかりブルメスターも入ってて、まあ、この辺はメルセデス全部共通なんで、まあ、パワーウィンドウだったりこのシートの調整だったり、まあ、内装もシルバーですかね、ステッチが、はい、ちょっとこの辺が白系のレザーでシートと統一感もあっていい感じです。そしてもう一度中に戻るとステアリングは左右がアルカンターラ、はい、そしてセンターマーキングもついてて、はい、なかなかレーシーな感じになってます。そして S だとステアリングのあのダイヤルというか、はい、モード切り替えボタンですかね、がついてくるような形ですね。ちっちゃい液晶みたいになってるんですよね。はい、なってます。その辺もついてくる。ちょっと乗ってみてもいいでしょうか。もちろん、どうぞ。室内の見た目はこんな感じです。まあ、基本的にはまあ C クラスとまあ衣装だったり共通なんで、まあ、使い勝手はもう申し分ないですよね、はい、ハンドルがやっぱりすごく嬉しいです。でこのアルカンターラのちょっと握り心地のいいハンドルで、そしてちょっと椅子もちょっと前にしましょうか。ちょっと見え張って椅子後ろすぎて届きません、はい、そしてヘッドアップディスプレイなんかもパッケージオプションで今回の車はついてる、はい、ついてますね、はい、そしてメーターがこれ C クラス専用のデザインなんですよね、はい、12.5 インチでしたっけ。そうです、出てくる車もしっかりたくさんという、はい、そうなんですよね。でこの辺デザインも変えられると、こういうのいいですよね、はい、そうですね、まあ、これ液晶メーターになってからならではだと思います ね、はい、ですよね、はい、もう昔じゃ考えられない、考えられない、はい、こんなのもできますと。でこの辺の使い方も、まあ、メルセデスみんな共通なんで、はい、まあ、おそらく問題ないんじゃないかな。であとはここですよね、はい、この辺でモード切り替えだったりができると、こんな感じです。そしてナビ周りも基本的には共通なんでおそらく問題ないんじゃないでしょうか、はい、ちょっとかけちゃいましょうか。どうぞ。こんな感じでこの辺の使い勝手もおそらく、まあ、全部共通なんで問題ないんじゃないでしょうか。でこの辺モードの切り替えボタンついてて、まあ、この辺も一緒ですよね。はい、変わらないですね。でしっかり IWC の時計になってて、でドリンクホルダーとシガーと、はい、で最新のと違うのはなんかここ携帯の充電器が、あ、置くだけ充電が、そうですよね、ついてたりとかします、ね、これはちょっとついてないタイプの車になるみたいです。あとそうだ、ブローボックスの匂いのパフュームアトマイザーでしょ。はい、アトマイザーついてますね、はい、これもしっかりついてると。あとはまあ定番ですけれどもグローブボックスはこんな感じで、割とメルセデス容量ありますよね。ありますね。で USB が 2K とあと SD カードが刺さるようになってると。で内装に関しては、まあ、この辺黒のファブリックで、バイザーはちょっとそうですね、そうですね、はい、まあ、ちょっと高級感、はい、っていう感じではないんですけども、もうちょっとこう、はい、ファブリックに攻めてしてほしかったなっていう感じがします。ただサンルーフは大きくありません？なんか大きいですね、鉱石の半分近くまで、半分までいかないですけど、そうですよね、はい、まあ、鉱石の方もちょっとこう見晴らしがいいというか、はい、開放感感じられるようにはなってるかと思います。で後ろもですもんね。はい、後ろもなってますね。もうこの B ピラーよりこのぐらい20センチぐらい後ろまでしっかり、そしてこんな感じで
いや開放感抜群です。バッチリですね。あ、そしてちゃんとシェードがちょっとこの空いた分戻る。戻ります、戻ります。いや気が利いてます。素晴らしいです。こんな内装になってます。やっぱりメルセデスといえば安全快適装備、はい、この辺が結構63になるとフルフルでついてる、ね、ついてますね。安全系でいくとブラインドなんかも当然ついてますし、はい、衝突しそうな時にステアリングのサポートなんかもしてくれるんですよね、はい、ありますね、はい、で当然ブレーキなんかもサポート入ってますし、はい、あとはバックでもブレーキのサポートが入ると、はい、あとカタログ見て僕びっくりしたのが、はい、こう衝突時のなんか音をなんか軽減してくれる、はい、そんな機能もついてるんですね、ついてますね、はい、なんかその鼓膜がダメージを負わないように車から音出して軽減してくれる機能ついてるんですよね、はい、そんなのもついてると。多分その辺だから申し分ないですよ ね、もう完璧でございます。じゃあ続いて後ろも見てみたいと思います、はい、後ろがまたちょっと個性的になってるじゃないですか、はい、シートのバックレストなんかカーボンのパーツが追加されてるわけですね、はいはい、これちょっとあのパネルが貼ってあります。でこれもあのもしお好みでなければあの外してもいいかなと思いますので、まあ、貼ってあるだけなんで、はい、そうですね、ご相談いただければ、はい、そして、まあ、統一感ありますよね。後ろもこの白黒のシートになって、はい、はい、コンビっていうんですかね、なってますね。ちょっと乗ってみたいと思います、まあ、ありがたいことに C クラス何台かご紹介させていただいてるんで、まあ、繰り返しにはなりますけれども、まあ、割とこのボディサイズでも後ろの快適性が犠牲になってないと、はい、で後ろの装備としてはもう本当にシンプルな、シンプルですね。シートヒーターもありませんし、はい、エアコンも吹き出しが2つついてるだけで調整なんかはありません。でシガーもないんでしたっけ。ないですね。ですよね、はい、シガーなんかもないと。そしてこのアームレストは一応ドリンクホルダーと小物入れがついてると。まあ、なんで正直快適ではないですけれども、はい、全然大人の方でも十分乗っていただけますね。上も僕175ですけれどもスペースありますし、それより何よりこの開放感が狭さを感じさせないですね。そうですね、ここやっぱり屋根がそうです、ね、はい、一つポイントになるかなと思います。はい、じゃあトランク続いて見てみたいと思います、はい、あれこれ足もついてるんでしたっけ。これはついてます。ついてますね、はい、でトランクも C クラス意外に広いんですよね。意外とあの詰めますよ、はい、でまたメルセデス本当にいいのがこの横がちゃんとしっかり、ね、まあ、下ろせますので、まあゴルフバッグもまあ入るんじゃないかなと思います。でまたこのシーツを倒すトランクスルーですね、使えますし、まあ、ここから倒せるのもいいですよね。そうですね、いちいちこう前行かないっていうとなくていい、はい、そしてこの下は少しだけ、まあ、若干入るかなっていう感じですかね。そしてコンテナも、はいはい、しっかりついてる、はい、標準でついてまいります。で当然ボタンでいけますね。電動のゲートもついてると、はい、バッチリです、はい、じゃあ続いてボンネット見てみたいと思います、はい、開けるのがスムーズになりました、ね、言っちゃダメです予習しちゃったんですか。でエンジンが定番の177、はい、で S なんでちょっと馬力が出てるんですよね、はい、510馬力まで上がってますので、まあ、30弱ぐらいですか。 S より上がってますね。モデルが470いくつですよね、はい、それが510馬力まで上がってると、はい、もうこのぎっちり感というかいいですね。詰まってる感が C クラスならではじゃないですか、ね、そうですね、まあ、ギジギジに詰まってますけど、はい、ちょっとこのハイパワーな感じが、はい、もう見た目からですね、まあ、この辺からもタビも見えますしね。そうですね、はい、嬉しいですよね、まあ、これ系のエンジンでもこうカバーついてるやつとデザインがちょっと違ったりするじゃないですか、はい、しますね、はい、特に C クラスこのむき出しのやつでかなりかっこいい感じですよね、はい、そして電子制御の足回りなんかも確かついてるんですよね。ついてますね、はい、はい、このエンジンルームになってます、 なってます。続いて転倒回り見てみたいと思います。お願いします。ネオンも聞いてみたいと思います。お願いします、はい、ありがとうございます。じゃあ行きましょう。はい、でこの辺の快適装備関係は、はい、この
画角の広いバックカメラと、はい、センサー系がしっかりついてる。ついてますね、はい。まあ、車コンパクトですからね、はい、使い勝手もいいですよね。だからどこでも行けて、サイズ感的にすごく C クラスっていいんですよ。いいですよ、ね、はい、本当に都内なんかでの、まあ、駐車場なんかもそんなに困ることもないと思いますし、はい、いいっすよ、開放感これ。すごいですよね、はい、もうなんか C クラスってもう完成されてますよね。逆に言うとこう何ですか、こう新しい差がないんですけどそうです、もうただもうこれはもう完成形、電動入りですよこの車は、はい。まあ本当にどこ行っても見ますからね、 C クラスは。でもう180から63まで、はい、幅広くこう取り揃えてますからね。本当ですよね。そんな中でも特にこの一番乱暴な乱暴な、そう、一番乱暴な車ですね今回ですよね、はい。63シリーズいろいろありますけど、はい、やっぱり上のグレードになるとこうフォーマチックになったりとか。あ、そうですねやっぱりこうボディサイズが大きくなったりします、ね、はい。これに関してはもう本当に余計なもの、まあ、しっかりこう必要なものはついてますけど、余計なものはついてない、はい、ついてないですね。純粋に走りも楽しめるし。なんで43はフォーマティックなのにこれはフォーマティックじゃないんだっていうのも、ね、やっぱりあれじゃないですか、はい、その走りを楽しむ的なスポーツテイストを行くとこれなんじゃないですかね。 AMG スピードシフトでしたっけ。はい、そうです。急速ですよね、はい。最近本当ミッションの進化すごいですよね。ミッションで全然変わりますもんね、はい。全然ギクシャク感はございません。まあ当たり前ですけど、もう510馬力もう63エンジンでもこんなに普通に乗れちゃうっていう、はい、そしてマフラーも開けなければ全然静かです。静かですね。ちょっとこのアイドリングのドッドドッドって音は聞こえますけど、はい、このちょっと振動もいいですよね。そうですね、はい、C クラスだったら僕のうちの駐車場にも止められます。止めますそしてモード切り替えでスリッピー、インディビジュアル、コンフォート、スポーツ、スポーツプラス、あとレース。レースはやめときましょうね。そうですね、はい、レースはちょっとあの制御系がなくなってしまいますからね、はい。そして63系は 63S は LSD も電子制御のついてるんですよね、はい。だから本気でぶん回しても本当にドリフトとかしようと思えばできちゃう、まあ、できますね、はい。わ、スポーツプラス結構スポーツですね。そうですね、なんかもう音も全然違う、変わってきますね。足も硬い。うわー、ちょっと高速乗りたいですね。乗っちゃいますいやでもそのぐらいこうなんていうんですか、走りたくなる感じですよ、ね、なる感じですよ。わ、硬っ。うわ、おーっていう、すごい。あ、ヘッドアップディスプレイも結構見やすいですね。見えます、はあ、これはドライバーにしか見えない。見えない、そうなんですよこっから全く見えないんで、はい。しかもこれあれですよね、ハンドル触れてないとブレーキかけるやつがないですよね、はい。でキープアシストも自然です。ウインカー出しただけで勝手に車線越してくれるやつ、はい、車線越、はい。板尾さん使ったことあります？いや、ないですね。使ってみたいですよね。体感してみたいんですけど、はい、なかなかそういう機会がなくて。確かに乗る機会があっても、はい、その試す機会ってなかなかないですよ、ないんですよね。やっぱちょっと商品車なんで、はい、乗り回すわけいけないので。そうですね、はい。ただやっぱりお客様使う部分ですから、はい、今度機会があればぜひ。ちょっとじゃあいいですか、軽く。いいですよ。いいっすね。あれちょっと待ってください。どうしました？加速はいつもの加速だったんですけど、いつも以上に乱暴でビビっちゃったんですけどちょっと後ろ あのトラクションが抜けそうになったんでビビっちゃったんですけど、確かにちょっと今ありましたね、そんな。あれ、この AMG こう63の安心安全63がちょっと今崩れました。はい、僕の中での安心安全神話が今若干崩れたんですけど、ちょっとこれキャラクターの違いなんですかね。基本的に制御も滑って制御しますからね、はい。あ、まあそうですね、はい。その先は多分大丈夫だったんですけど、そうですね、今ちょっとビビってアクセル戻しちゃいました。いやでも気持ちいいな、やっぱり。もう絶対手に負えないんですけど、ちょっとこう試したくなるそうですね、はい。510馬力なんてもう絶対僕もう必要ないし使いこなせないんですけど、まあ、本当必要はないですけどね。やっぱりこの余裕ですね。そうなんですよ、高速でもそうだし、はい。うわ、いいな。やっぱり車好きな方はやっぱり音だったり、そうですよね、そういったところも重要なんで。音いいっすよね、はい。なんかもう4リッターのターボになって、はい、なんかちょっとこうやっぱりこう NA の方がなんていう意見もありますけど、ね、ありますけどね、もう全然十分ですよ、はい。少しスポーツ、あ、スポーツとスポーツプラスで全然違いますね、はい。ちょっとマイルドに感じちゃうぐらいスポーツプラスがちょっと激しい、激しいですね。ちょっとじゃあシフトの方もパドルちょっと今操作してみましょうか。あー、いい感じです。いい感じですか、はい。
なんかもうスポーツカーのように乗ろうと思えば乗れちゃうし、ますね、普通に涼しい顔して街流そうと思えば流せちゃうし、はい、いい車だな。これはしますよ、やっぱりしますね。1000万円しますよ。しますね。すごいですよね。だって180の倍以上ですよ。はい、倍以上ですね。全然倍以上ですね。その価値ありますね。はい、よし、青になったんでちょっと再び、あー、パドルをどこまででも使っていきたくなる。すげえスムーズですね。スムーズですね。あのスポーツの方が多分スムーズだと思いますね。もう変速ショックゼロじゃないですか。はい、スポーツプラスにしちゃうとちょっとこう、あ、わざと多分演出してるんですか。そうですよね。確かに多少は多分あると思うんですけど、変速ショックあった方がその気になりますよ、ね。はい、そうですね、はい、なんだろう、マフラーもあれなんですかね。そうですね、ちょっと回転が一瞬落ちるときにやっぱ感じますかね。これ本当走り行きたくなりますね。そうですね。うわ、ちょい落としてる。こういうことだと本当静かになりますからね。でハンドルもあれですよね、確か、はい、切り角も、はい、変わってきますね、低速と高速で変わったりとか、はい、変わってきます、はい、なんかでもその辺全部なんか感じさせないですね。あのもう本当に意識せず、はあ、あのモールだけ切り替えてもらって乗れる車にはなってると思いますので、はあ、なんか全然わざとらしさがないないですよね。もう自然に使えますよ、はい、昔のあの BM のそれが本当に一番最初に出たくらい、はい、E60 とか、はい、もうなんかこう、そうですね、露骨にこう、はい、切れ角が短くなって、ね、っはい、えっていう感じだったんですけど、最近のやつも全然感じないです。感じないですね。Cクラスやっぱりいい車だな。そして何よりこの特別感ですよ、ボディから、はい、マットブラック増えましたけど、マットグレーってまだ少ないじゃないですか。少ないですね。あー、いい感じです。わ、コンフォートすげー乗り心地いいですね。これコンフォート全然これ乗り心地も良くなりますし、もう加速感とかも結構いいじゃないですか、はい、もちろん63なんで、はい、あの本当もうコンフォート縛りでもいけちゃうんじゃないかなと思いますね。これはもう快適装備とか必要としてない人は十分だと思います。まあ、よく言えばそのベンチレーションがこのクラスなんで内裏とかありますけど、はい、あとは室内空間がどうしてもその C クラスじゃないですか。そうですね、ちょっと狭いですよね。だから逆に親密になれますよ、これだったら、はいはい、女性の方を乗せても、はい、こうクーペだとドアが重くて嫌だなんて言われますけど、はい、セダンだったらこう、はい、乗り降りもしやすいですね。そうですね。うわ、本当にちょっとこのまま高速に乗りたくなる、そんな車です。いや、もう改めていい車だな。ありがとうございます。いえいえ、ありがとうございます。はい、で板尾さん、毎回最後聞いてるんですけども、はい、この車もし触るとすれば、ね、例えばこのままローダウンだけしても、まあ、十分かっこいいとは思うんですけど、まあ、うちお得意の BC ホイール履いたりですとか、ローダウン、あとはちょっとイメージ変えるのに僕だったらこうブラックアウトしたいなという感じですかね。まあ、C クラスは本当に大宮店でも数多くいじらせていただいているので、はい、まあ、いろんなものが、そうですね、ご相談いただければいろいろやりますので、はい、あと僕からいいですか。はい、いいですよ。僕的にはちょっとマットだとやっぱり手入れが大変なんで、はい、あ、そうですね、まあ、早めにこうプロテクション貼っておきたいな、貼っちゃった方が、そうですね、はい、で今マットに対応した貼ってもマットのフィルムあります、はい、あります、あります。どうしてもこう、はい、マットだと磨いて傷を消すってことはできない、できないですね、はい、早めにこのマットのステルスフィルムっていうんですけど、はい、貼っていただいた方がいいんじゃないかな、いいですよね、そうですね、はい、はい、というわけで今回はボンドカーズ大宮より AMG C63S をご紹介させていただきました。車両の詳細は動画の説明欄よりご確認ください。最後までご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。